どうですか、レースの中でまだこの辺りがうまくいってないなとか、そういう課題面というか。課題はそうですね、まだ仕掛けどころがちょっとまだ遅いって言われたことがあるんで、遅い、はい、それはやっぱそういうタイミングをちょっと逃さないようにしていきたいですね。自分の中でもあるんですか、レース走ってて、あ、今行けたなって思う。あ、まあそうですね、ふっと思うとこあるんですけど、やっぱり終わった後にやっぱそれをなんか反省点というか思い出しますね。逆にどっちかというとダッシュ寄りですか。そうですね、ダッシュの方が得意ですね、うん、本来はじゃあ抑えて長い距離よりも、そうですね、一発乗せちゃった方が楽ですね。どうですか、長い距離とかいうのもそういうのも意識はしてるんですか。まあ練習、グループの練習をやってるんで、まあ意識というより練習、そうですね、そのグループのメニューに従っているような感じです。まあ、ちゃんと行けるところにしっかりと、はい、で今回さんは、はい、あの鈴木雄一郎さん、あ、はい、で鈴木雄一郎さんのチャレンジデビュー戦で一緒になられてますよ。要するに別府でね、あ、はいはい、ジュニアと決勝で、そうですね、はい、今回予選から一緒なんで、ちょっと、はい、気合い入れて 3度目の連携ってことですか。そうですね、3回目ですね、そうですね、まさか予選から違ったと思ったんですけど頑張ります。自力でも普通に勝てるなって感じ。本当です、すごいお膳立てですね、予選から。ただ別府のその2回の連携、あの辺はどうでした、自身。あとはまあ予想反省会も言える範囲があるでしょうか。まあそうですね、ちょっと決勝は連れていけない部分があるんで、そこが反省点とか、はい、まあ、後ろになったって感じも。そうですね、ちょっと、はい、もっと前々で行けるように頑張ります。その辺が課題にも上がってた。そうですね、客室的に鈴木さんと 逆みたいな、もしかしたら癒やしっぽい感じですかね。ただね、今回特進かかっている同期もいますし、113級にも徹底屋さんもいますし、はい、いろいろ立ち上がると大変だと思います、はい、その辺の意気込みどうですか。まあ、そうですね、そういう人たちに今負けないように頑張ります。年明け初優勝、はい、優勝なし頑張ります、はい、はい、ありがとうございます。